昭和40年、盛岡の愛宕山の中腹に盛岡グランドホテルが完成しました。こちらは12月17日に行われた落成披露式の様子です。政財界からおよそ400人が出席して盛大に行われました。観光開発の上から岩手でも国際水準のホテル整備が急がれたこの時代、総工費4億5000万円をかけて完成した岩手で初めての超デラックスホテルは岩手の迎賓館とも呼ばれました。部屋は和室洋室合わせて50室で、宿泊定員はおよそ90人、団体なら140人まで収容できました。今では普通のことですが、各部屋にシャワーのある風呂と水洗トイレがついていました。翌年、盛岡でスケート国体が開幕すると、グランドホテルは皇室から初のゲストを迎えます。その後も外国の大使や文化人、芸能人が利用し、名実ともに岩手の迎賓館となりました。開業早々は下駄や足田のお客にスリッパに履き替えてもらったり、洋式トイレに手こずる人のために図解入りの説明書を貼り付けたりと、笑い話のようなエピソードに事欠かなかったといいます。そんな岩手の迎賓館、来年開業50周年を迎えます。